氷や炭酸のガスを作ることができるんです。ではその次の部屋をこちらで紹介していきます。はい、卵のようにも見えるこれはビール酵母です。実際の大きさは髪の毛の先よりも小さくて目には見えない生き物ですが、これを先ほどの麦のジュースに入れるとこの生き物が麦の甘さからアルコールと炭酸ガスを作ってくれます。この期間を発酵と呼んでいますが、だいたい時間は1週間ぐらいかかります。1週間経つとビールの赤ちゃん、若ビールが出来上がるので、この若ビールを違うタンクに入れ替えていきます。ではこちらのタンクの模型を見てください。次に見てもらうこちらのタンクは何をするかというと、冷たく冷やして美味しくなるまでビールを浮かせていくんです。中の温度は大体0度くらい、水だと凍ってしまうくらいの冷たい温度です。この冷たい温度で1ヶ月間ほどじっくりとタンクの中に入れておくことで美味しいビールへと変わっていきます。